はい始まりました。時刻は午後1時を過ぎて、えー、今日の午後1時もですね、ユンタク二兵デビューの時間になります。で、今日のお相手はナーリーと、ととおこの番組は、えっと、FM、この番組はですね、生放送で番組はスタートしております。で、また再放送でですね、FM ギノワンの方でも毎週水曜日、18時から19時、 再放送もしておりますのでどちらの曲もですね聞いていただいてぜひ最後までお楽しみくださいはいでまたこの番組ではですねメッセージを募集しておりますでメッセージの方は f m コザの方はですね761アットマーク f m c ドット j p 7 6 1アットマーク f m コザ j p になりますどんどんメールの方もお願いいたしますねでまたこの番組はですね ユ、えーストリーム、あとはツイキャスとですね、映像と音声で配信しております。まあ FM 小沢のホームページから入っていただいて、お気軽にコメントの方もですね、よろしくお願いいたします。はい。で今日はもう朝からちょっとジメジメした日が続いておりますね。まあ今日も台風大丈夫ですかね。近い九州の方がちょっと心配ですけどね。ね、あの今ちょっと上陸してるということなんですけどね。はい。 沖縄はね今回、それちゃったけど九州、四国の人たちはちょっと今、大変な思いしてるかなと思ってますね。ということで <laughs> スタート、こういった形でスタートしていきたいと思います。で今日では第2回になりますんでね、えー、どんどんツイキャスの方もよろしくお願いいたしままますすでではまずいいいきたいと思います、えー、逆転ホームランでナッチお願いします。 はい、聞いていただきましたナチの逆転ホームランですね。はいえー、このコーナーは、えー、まあ今週のひと時ということでですね、はいえー。まあこの曲流したのはですね、えー、まあ高校野球このホームですね、えー。まあ抽選会も終わって開幕が今日からでしたかね。今日からですかね。はい。今日今日からですよね。今週明日から。明日から。からうん。明日からということで、えー、とまあ甲南高,高校の方も、えー、第4日目の、えー、10日。 13時からですね、対戦相手が智弁和歌山ということでああ、また1回目からすごいところになってきね,ね当たっちゃったんですけど、はい、これ、勝ち抜けばですね、ねえまあ予想で言えば、ちょっとまたこれね、い、えー、っちゃうとあれなんですが、まあ、隣には大阪桐蔭とまた、と、<お>えとその勝者と当たるということで、まあ、ちょっと競強豪ぞろいの。 またすごいことが起こりそうなそうですねまた旗を持ってきてほしいですね夏のぜひ,ぜひ持ってきてくださ、ねねはいね那智の方もですねまた高、えー、南高校、えー、と去年だったかな、えーとまあ、会場というか、まあ、グラウンドまで行って多分ガキヤ先生ともお会いしてそこでもこの曲多分流してたような記憶があったのであそうなんですね、はいでまあ、ちょっとこの曲を選んでみました 高校野球も、ユンタクカフェの方でもですね今、ちょっとアンテナを調整中で、うん、<laughs> ちょっと NHK が映らないっていう、<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと昨日からちょっと屋上を登って、アンテナ、ちょっと調整してて、ですねあのもしアンテナの調整が効くようであれば、ちょっとまたプロジェクターを出して、えーまあ、昼の1時から、ですねあの、まあ、ちょっとプランの方も考えていきたいなと思ってますんで。すね そうですね。その期間、まあ、うちの方は、えっ、ー、と、まあ、近頃と講座ミュージックタウンの方で、まあ、多分ビングやると思うんですけども。えー、まあ、うちの方は、コーヒー、美味しいコーヒーを飲みながら。クーラーの中で。クーラーの中で、はい、えっと、甲子園観戦ができるようにですね。まあ、ちょっと。段取りを進めていきたいと思います。またフェイスブックの方でアップしていきますので。はい、よろしくお願いします、はい。ぜひよろしくお願いします。はい。で、まあ、そうですね。えっ、ー、とは、は昨日。 まあ日曜日。昨日はまあユンタクコーヒーの方はえっとデイキュービーという形だったんですけど、えっとちょっとまたえっと前回ちょっとイベントがあったえ名もなき写真店のカメラマンがえちょっと沖縄市の方で撮影があるっていうことを急遽え僕の方も店を開けてですね、まあちょっとこの辺を界隈をちょっといろいろ散策しながら写真を撮ってた。撮ってましたね。はい。まあいい写真撮れました。えっと僕はちょっとアシスタントで。 入りましたんで、ま結構路地裏とかいいところありましたね。結構ね穴場たくさんあるよね。ありますね,ねこの辺は。はい,はい。まあ本当沖縄市もいいところだなと再度実感をしたところです。はい、はい。で今日はですね、えー、まあ隣の方にマ、まあ、ツイキャス見てる方はね映、えー、ってると思うんですけども、えー、っとゲストの方が今日はお見えになっております。 こんにちは。はい。はい、えー。レストアンドリラックスカフェのスタッフをやっておりますテリアと申します。よろしくお願いいたします。そうですね。よろしくお願いします。まあまた後々内容に関してはね。はい。<laughs> 曲流した後で。<laughs> はい。えっと行きたいと思います。はい。で一応まあジミーさん今週のひと時っていうコーナーなんですけども。今週はどういった。はい、今週はですね。はい。実は実は今日8月7日。7日です。はい。 我が愛妻のお誕生日なんです。おめでとうございます。どうしよう、何も準備してない。あのまあ私は本人ではないので、今日あのこれからね花束をちょっと買っていきて、はい、で後でお誕生日会をしようかなと、はい、家族でですね。なるほど。はい、そういう計画をしております。じゃあ今日の夜はどっかレストランか、はい、レストラン行って、はい、はい。 家族三人で誕生会はやってこようかなと、はい、はい、計画中です。なるほど、ね、いいですね。テレヤさんは今週なんかはいありますか、はいえー。そうですね。私たち、うんえー、レッストアンとリラックスカフェの方でですね、あのまあイベントの方があるんですが、その前にちょっとだけお店の あのどういったお店か家族でいいですかありがとうございます、はい、えっと普段ですね、えー、まあイタリアンをメインにしたカフェになっておりまして、えー、当店ですねまあイタリアンコーヒーもあの 知ってるんですが実はユンタクカフェさあの、まあ、メニューの方がですねパニーニといいまして、まあ、あのイタリアンサンドイッチですねがあの当店まあ看板メニューでございまして特にあのその中でもスパイシージャックチーズ、えー、ス,スパイシージャックチーズというですね <laughs> <laughs> すいません緊張してあの、まあ、チーズがですね特にですねあの ものすごく美味しいチーズが挟んであるサンドがありましてでそのサンドですねなんとそのチーズ県内で取り扱いのないチーズなんですね<う>なのでもしかしたら沖縄で当店でしか食べれないチーズでございますね、はい、すごいです、ね、はいぜひ行ってみたいですね,ですね、はい、一番もう人気メニューでもうアボカドとですねあの、まあ チキンの方挟んでそれがですねもう絶品でしてスタッフが言うのもなんですがとてもとてもおいしいパニーのサンドを置いておりますのでまそれ以外にもお子さんが食べれるようなアップルハム甘みのあるようなサンドがあったりとかですねそういったいろいろ肉も野菜もがっつり食べたいというようなそういったベーコンとチキンそしてレタスが入ったですねベーコンとグリルチキンとかそういうようなサンドもございますので。はい パスタそしてですねパスタも、えー、数種ありますので、うんまあ、ウィークリーあのパスタということでパスタは週1ですねあの日替わりのあ週替わりのパスタも、うん、特別メニューもご準備してますでピザの方もですね、まあ、一から、えー、店長の方がですね、えー、自ら作っておりましてまた店長が実はあのアメリカ人でしてイタリアンですがです、ね、はい、まあ、イタリアンだと <laughs> アメリカ人 <laughs> はいあのー、もうとてもですね一見あのー 怖そうに見えるんでですけどとてもダンディやっぱりアメリカ人ですねジョークも、ね、はい、えー、いう気さくなあの大きい外国人の、はい、ウェストンさんというですねウェストン店長ですね、えー、はい店長がいますので、はいはい、もう私が身長小さいのであのオール阪神・巨人みたいなコンビで <laughs> <laughs> やっておりますはいなるほどなるほどであのそのですね、えー、うちのレストアンドリラックスカフェの方であの今週ですねあの実は出会いパーティー の、えー、カフェコンというのを、えー、企画しております。カフェコンですか、えー。時間の方がですね、受付がまあ19時からスタートで、えー、そして、えー、20時8時からですね、はいはい、イベントがスタートするんですが、はい。えー、こちらですねチケット制になっておりまして、はい。はい。えー、男性4000円で、うん、女性が3500円。はい。はい。もうこの辺では多分出会いパーティーでは。 いいねだと思うんですが、はい、あのもちろん飲みあのお酒もついてますしイタリアンフードも、はい、ついておりますなるほど飲み放題ビールだけがちょっと限定なんですけど, <laughs> どそれ以外は、はい、もう飲み放題でワインももちろんイタリアンですねワインも出しますし参加条件はあもうとあの年齢でよく聞かれるんですけど、うん、今のところそこまであの、まあにまあ、成人ですね、まあ、成人男性女性ということで。まあ、あの 上の方が、えーまあまあ、大体40歳前後でしょうかまあまあ来ていただければということで20代からそうです、ね、40代、まあ、年齢にあの年上の方が好みの方もいますし年下が好みの方もいると思いますので出会いの場になっていただければと思いましてそういう企画を今あの準備中でございましてあのもう受付の方も始まってて、えー、あと数学。 しかちょっと10対10の予定なので、うん、あと数枠しかちょっとないので、うん、お早めにあのチケットの方お求めになった方がお問い合わせ自体はちょっとあの来てるんですけどもはい、はい、早いもん勝ちなのでお店の方で店頭販売でチケットしてますのでチケット販売っていうことですね、はい、ぜひあのお店の方はどちらにあ場所の方がですねうる、ん、ま、はいえー、市のですねあの結婚式場ニューサンワさんからですね、えー アゲナ自動車学校、まあ、沖縄の方とかうるま市の方だったら「あげなジレンで呼び名が、ね、有名な、はい、あの自動車学校がありましてそちらのますそちらの、えー隣ま、た隣の方があのネイルショップのシスターさんというお店が横になりますのでそちらの方で、えー、イベントの方。 いたしますはい分かりましたこれは今男性が何人で女性が何人あと何枠っていうのは情報どうなってますかえっとですね女性の方がもうこれ言うとかなり絞られていくんですけどはい、はい、あと3名ぐらいですねはいもうあと3名三名ぐらいで男性の方があと3同じぐらいですね4まあ女性の方が若干ちょっと多い感じなのでなるほど、はい、男性陣もうぜひぜひですねはい 来ていただいて、せっかくの土曜日ですので、楽しんでいただければなと思いまして。はい。はい、ね、彼氏、彼女、を今。募集している方は、ぜひ参加していただきたいなと。<laughs> ね、思います。はい。<で>連絡先番号とかありますか。あります、あります、えー。連絡先の番号がですね。ゼロ八ゼロ。はい。九一ゼロ三。八九九六になります。ゼロ八ゼロ。九一ゼロ三。八九九六になります。はい。で。 あの住所の方がうるましく。鹿は2996ですね。うるましく。鹿は2996になります。うん、で、あとすいません。もう一個実は企画がありまして。はい,はい。よろしいでしょうか？うううすいません。えっともう一つはですね。うん、あのこれは今度はファミリー向けというか、あのま夏休みですので、うんはい、夏休みスペシャル企画ということで、えー、当店でですね。あの。 通常レギュラータイプのピザがですね850円でお出ししているところを特別クーポンっていうのを、えー、事前に今ご準備してまして販売もしてますでこちらの方があの500円1枚500円で購入していただきましてで当日あのそのイベントの日にですねそのチケットをお持ちしていただいたらうん、うん、まあ え通常のピザ850円が500円で食べれるという内容の企画でございます<ー>でもちろん種類の方もえ何種か準備しておりまして、はい、でテイクアウトの方はプラスまあ100円いただきます、はい、であの期間がですね8月の14日月曜から8月19日土曜日となっております14日から19日まで19日土曜日までですね、はいでえー、もしチケットを当日、まあ、お忘れになったりお持ちでなかったりとかですね お店に来て、あそういう企画やってるんだって気づいていただいたお客さんにはあの当店のフェイスブックページにです、ねはい、写真を、えー、アップ OK かもしくはご自身の SNS、フェイスブック、LINE、あとインスタグラムとかです、ね、アップしていただいたらもちろんこう対応可能ですということです。 特あの特別企画でございます。でこのチケットはどこで求めるんですか？あお店の方であの店頭販売しております。こちらの方も<あ>はい。じゃ一度お店には来なきゃいけないんですね。まあぜひ, <laughs> <laughs> ぜひぜひですね。もうあのどういう感じのお店かなともう,もう気軽にですね,うですねもうチケットだけでも全然購入でも全然問題ございませんので、うん、はい。まあ。 まあできたらですね、ユンタクカフェさんのコーヒー、うるま市でも飲めますので、そうですね、はい、テイクアウトでコーヒーをいただきながら、アイスコーヒーもこの暑い夏でございますから、はいはい、アイスコーヒーをあのテイクアウトもできますので、はい、引き立てのです、ね、コーヒーをぜひ頂い,いて、はい、チケットもご購入していただいたりですね、来ていただきたいん,じゃんあ、そうですね。ね 販売しましょうか。販売しましょう。<laughs> 嬉しいです。ありがたいです。<laughs> はい。早速準備して。はい,はい。ぜひぜひお持ちするようにしますので。えっとユンタコーヒーの方でも急遽。<laughs> はい、えっとチケットの何枚かは、えー。チケット販売できますんで。えー、ユンタコーヒー、おこう。明日。 あ,あもうすぐ、はいはい、ご準備して、えっと明日には、えー、購入できるような形で、えー、ユンタコーヒーにも遊びに来てください。はい、お願いします。あとですねその実はピザイベントにですね、うん、あのもう一つその、えー、この期間の中でですね、はい、週末の18日と19日限定で,で、ね、18、19はいあのー、お店の方でですね、うん、実はあのハンドメイドのアクセサリーの方あのー、なるほど。うん おお出しししてていいいるメリルさんというあのお店さんんととう店がございましてそちらと実はコラボでの企画になりますはい、はい、でそのメリルさんの方であのキッズ体験ということでですねあのプラスチックの方に絵を描いたプラ版というのを体験ができるあの企画も一緒にですねワークショップの方をあの夏休みということでお父さんお母さん一緒にお子さんとですね作っていただければなと思いますでこちらの方一回あのまあハンドやることで500円あのこちらベッドになるんですがぜひですねあのお母さんなんか特 特にあの嬉しいと思うんですけど、うん、実はそのプラバンであのピアスだったりとか、うん、あのそういったアクセサリーが。が また作れるということらしいので世界で一つだけのご自身のアクセサリーも作れるということなで、まあ、お父さんお母さんにはそのお子さんが、まあ、お父さんにはです、ね、交通安全のなんかこうキーホルダーみたいな感じでお子さんが作ったその記念品をです、ね、夏のこの記念というかう今年の夏休みの体験ができるという内容になってますので,そうです、ね、ぜひぜひ、はい、あのまだまだ夏休みですね楽しめるあの企画を。 考えておりますのでぜひ遊びに来ていただければとはい思いますねはいまあそこでまたユンタコーヒーもホットコーヒーアイスコーヒーもうちのコーヒー豆はいでもねもちろんそれそのあのコーヒーであのカフェオレとかですねはいあのカプチーノそういったものもあの対応してますのではいぜひぜひ R&R カフェそうですねああのま 小さく R&R でも全然呼び名で呼んでいただいても全然もううちはありがたいのでちょっとはいリラックスできるということのイメージでレストアンドリラックスというあのお店の名前してますが R&R でも全然当店はもうマークロゴ入ってますのでその呼び名でも結構ですのでよろしくお願いいたしますまし。はい よろしくお願いします。まあ、そういった形で、ええー、手であるよさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そのあとも、まだまだいてても。らってありがとうございます。どんどん会話に話。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、で、一応、まあ、ここで一曲、また流していきたいと思います。<laughs> まあ、この出会いのイベントも、兼ねてですね。えー、星野源で、恋ダンス、お願いいたします。 聞いていただきました。保身で恋ダンスですね。はい。放送中、あ、放送中じゃな音楽鳴ってる時に踊ろうかどうか迷。今踊ってもらってもいいですよ。<う> <laughs> め、<laughs> めちゃめちゃ、あのー <laughs>、もう。 運動悪い芸人ぐらいの勢いで、とても動きがひどいので、いい大丈夫、ラジオで見えないと、油断はできないので、ニューストリーもね、放送事故なってしまいますので、大丈夫ですよ。で、ここからのコーナーの方は、ゆんたくのお役立ちということでですね、役立つ何かありますか、一点、りょきさん。 はい、すみません、先ほどちょっと一つ、あのー、ご案内が、忘れてまして、うんうん、大変申し訳ございません。はい、えっと、お店の方がですね、オープンが、えー、月曜から土曜日までになっておりまして。はい。はい、で、十一時からですね、十八時までの営業時間となっております。十八時まで。はい。はい、夜はやってないですね。そうなんです。もう、あの、カフェのみなので。いはい。 昼間のみ、ね、はい昼間のみとなっております。ワインも置いてますよね。そうですね。その企画の時にですね、あのよくそういったお酒類を対応させていただきますが、ビールもですね、えー、イタリアにこだわってイタリア産のビールをですね、まあ数週ご準備しておりますので、まあ昼ですねお酒をいただきながらあのちょっとランチしたいということであれば、ぜひぜひですね、イタリアンビールイタリアンビールはい、うん、楽しんでいただければとわかります。はいあのとても飲みやすいあの タイプもあれば、まあ、もう本当とに2の方のようなあの黒ビールっていうんでしょうかそういった<ー><の>黒ビール、うん、またコーヒーのそのなんて言うんですかリキュールを使ったようなコーヒーの方ああビールの方ですねはい,はい、はい、ありましてはいとても変わったビールがいろいろありますので普段目にしないと思うへうなようななじです、ね、じゃあ今度ぜひお邪魔してみたいですねぜひ,ぜひよろしくお願いいたしますははい、はい、はい、で もう一点ですねあの、はい、ラジオを聞いたよと。っていうのをです、ねはい、店頭で言っていただければあのデザートでですね、はい、実はあのイタリアの,あのデザートで有名なのがジェラードジェラード、はい、あ置いてますね、はいえー、6種ぐらいはあの当店ジェラードありますが、はい、そのうちのですね、まあ、5種からですね、まあ、1種はちょっと別なんですけど、まあ、5種です、ね、5種でも結構おいしい5種準備しておりましてその5種をですね、はい、のうちからあの少しね小を。 小サイズのジェラードをですねサービスさせていただきますので、はい。なるほど。はい。無制限ラジオを聞い無制限ではなくてお一人様一つで。はい。お一人。はい。お一人様一つで。一つで。何名様と語りです。何名様限定はない。ですね。はい。お一人。なるほど。お一人一つ。その期間はいつまでですか。あ、もうラジオ聞いていただいてますので、はい。あのこの夏いっぱいは暑いシーズンですので、ぜひ。八月いっぱいはもうもう食べていただきたいという。オッケーと。はい。 対応させていただきますので、はい、もう店長の方にですね、まあ片言の英語で伝えますので、まだ伝えてない。まあもうこれはもう私の方からはい、もう時々にはい、せっかくあのラジオ聞いていただいた方にはですね、何か特典お願いしたいなと思いますので、わかりました。ご安心してください。はい、嬉しい特典ですね。はい。じゃあぜひ明日、はい、もうもう明日からもうすぐだい、明日から、今日からでもっていうかもう今日今聞いてる方から対応させていただきますので、はい。わかりました。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。 じゃあ、早速明日行ってみようかな。あ、ぜひ遊びに来てください。ぜひぜひ。はい、コーヒーの注文もあれば、お願いいたします。はい。<laughs> <laughs> もう、そろそろですね。はい。はい、また、あのー。はい、<laughs> 追加注文を、はい。<laughs> なると思いますので。はい。はい、よろしくお願いいたします。そうですね。はい。うん。まあ、一応。まあ、今回はね。えー、まあ、りょうきさんのイベントと、まあ、お店の宣伝ですね。はい。で、一応、まあ、ゆんたくの、まあ、今回、お役立ちコーナーになりますんで。はい。はい。 コーヒーでもいいし、はい、ピザでもいいし何かお役立つ情報があれば紹介していただければと思いますああなんかこう家でピザ焼く時こうしたらおいしいよとか、はああなるほどえっ、ー、とですねやっぱりピザはですねよく皆さんあのテイクアウトするとあの、はい、レンジの方で<ー>チンをするっていうのが多いですね、はいはい、<laughs> ですがやっぱりそれをするとですね まあ柔らかいだけというかちょっとあのーうん、全体的にこうしんなりしちゃうっていうのが多いもんです、ね、パ,リパリパリ感がなくなってしまうなのでやっぱりあのレンジじゃなくてちょっとオーブンの方がおすすめなんですね。 オーブンはオーブントースターでもいいんですかね。オーブンえっ、ー、と当店の方になるとオーブントースター入れちゃうとですね、あのビザチーズがビーってなっちゃうと思んで。はい。もしオーブンがご自宅の方にあのまあ、開けるタイプっていうんですかレンジタイプのあのオーブンがあればはい、はいはい、あのそちらの方でや方が全然あの焼きたての時にですね戻るような食感になります。で当店の方は特にあの耳の方までうんあの美味しいピザですので。うん、はい。はい これはえ焼き方としては例えば何度で何分ぐらいとかこの温める時間ってありますかあえっ、ー、とですねワット数によってちょっとその時間が変わるとは思うんですけどあのまあ当店ではですねよくあのピザを焼くときにあの店長の方が言うのはあのピザがですねこうマグマのようにプツ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 となる時が一番こう伸びがいいとはいあの言ってますのでその,かあのちょっと レンジの方とかオーブンですねオーブンの方のその窓状というんでしょうかあそこでちょっと見てそれを私たちも判断まあ大体あのえ1から焼く時は10分ぐらいお時間頂い,いておりましてでその前にもオーブンの方が温かくないとやっぱりあの焼けないので余熱を入れくとですねそう余熱を入れるとよりあの中までですねまあその熱が浸透していきますのでチーズの伸びと香りが全然変わりますので。 はいあのご自宅でテイクアウトされた際にはその焼き温め方で温め方はいいと気をつけていただきたいなるほどもうんかシンシンプルなことかもしれないんですけどやっぱりシンプルなことが一番大事かなとそうですね思いますねはいまたつゆきやすの方でもね連ーさんの方がえっと今まで電子レンジで温めて食べてましたとああ オーブンンレジでやってみようとぜひぜひそうですね今電子レンジでもオーブンの機能がついてるものもあると思いますのでちょっとひと手間かかるかもしれませんがぜひひひと手間かけた分うまさが倍増すると思いますのでぜひお試し下さいどうせならおいしくそうですねはい食はやっぱりおいしくそして飲むのもコーヒーもそうですよねやっぱりじっくりじっくり水出しをしたものはやっぱりとてもしいですアイスコーヒーはそうですねそうですねはい 自宅の方でも水出しアイスコーヒー、まあ、作ることは可能ですね、まあ、ティーパックっていうかお茶のパックの方にグラムを入れて 1>,、はい、で1リットル水を入れて、まあ、グラムの調整はまた十分であ<ー>まあ大体まあ50グラム60グラムで1リッターぐらいの、はい、まあ薄いなと感じるようであればまあ80グラムぐらいであはい、はい、ティーパックを1日寝かしてえー、とまあ水の中にコーヒーをつけると。はい 日置いた上でコーーヒの粉をなるほど。というふうな形をすればちょっとねあっさりとしたうんアイスコーヒーが飲めると思いますあっさりのタイプはも私も好きなのでただ豆の方はユンタクコーヒーの豆じゃないとできないというこの製法ですねそうですねコいヒー用の 豆でねあの焙煎をしていってはいご注文も承っておりますんで、はい、お願いいたしますあのねせっかくならばちょっとユンタクカフェは水にもこだわっているのでねそうですねえー、ユンタクカフェで飲んでいただくともっとさらにおいしいあそうですぜひ,ぜひぜひですねはい、はい、うちの店内のお水の方はね、えー、浄水器をかましてその後にまたパイウォーターのね、えー、お水を皆さんの方にご提供させていただいております。 口当たりがねもう本当とにこうなんか残らないというかねユンタクコーヒーのね <laughs> あのホットブラックっていうのはこ微妙に甘みがあるんですよありますねあるんですねこれ他のコーヒーではなかなかその味が出ないですねうん,うんやっぱり丁寧にというのがやっぱり大事ですね <laughs> まあそうですね時間をかけてはい <laughs> うちでででももも、うん、お客様もものすすごく好んでですね今もレギュラーコーヒーがうちの当店のメインのコーヒーになっているレギュラーコーヒーがユンタクさんのコーヒーですので、はい、ぜひ皆さん うるま市の方ににも沖縄市でももちろん、たくさんありますけど、うるま市でもいただきますので逆に R&R カフェさんの方に、水も宅配していいですよ。分かりました、これはまたオーナーのほうとですね、いろいろ検討させていただきますので、まも美味しくなると思いすお水でやっぱりコーヒーがお水一つで変わるっていうのは、店長もこだわってましたので。はい 私の方が実はあのカフェに勤めていながらコーヒーを飲まないあの性格だったんです性格というかまあタイプだったんですねでもやっぱりあのコーヒーをまあこういうカフェに勤めるようになって少しずつこう飲むようになってきてコーヒー一つ,一つ一つでもやっぱ全然豆によっても味も違うし、うん、ああ作り方でもこんなに変わるんだなっていうのがったもう体感できるようになってきましてコーヒーはそうですね同じ豆でも水でも入れ方で変わるし、はい、入れる方法でも変わってくるし もちろん豆でも変わるし、で水でも変わります。はい、う本、ん、当奥が深いですよ、ね。奥深いですね。はい、深いですね。もう、その、私がそれぐらい、もう、本当に店長ぐらいです。店長がも,うものすごくコーヒー好きな方なので。好きですね、吉野さんは。はい。なのでも、そのコーヒー一つ作るのでも、もう、私もですね <laughs>、まだまだ勉強中ですが。はい。はい。あの、ぜひぜひですね。あの、コーヒーにこだわってる店長ですので。そこは安心して。うん、はい。ぜひぜひ。 遊びに来ていただきたいっていうのがこちらのはいまたわかりましたお願いでございますのではいよろしいでしょうかはいはいもういっぱいあのお世話になりましたありがたいですはいあ本当にピザのねえっとまあテイクアウトの温め方っていう形でねお役立ちありがとうございますいいとんでもないですもうそろそろもう一曲いってみましょうか曲何でしたかねえっと先ほどの リクエストはい、はい、優しくなりたい斉藤和義お願いいたします。はい はいどうぞはいかぶってしまいましたねはいでこっからのコーナーの方はユンタク・ハンタク二ヘデビルっていうことでねはいコーナーの方はもうユンタクですユンタク本当にユンタクですそうですね何度もしゃべはい。楽しい話であればはい楽いですねうちのピザもぜひぜひあれなおすすめなんですけどなんか イタリアの料理とかで何かお好きな料理ってあったりとかイタリアンはですね、僕はあのペペロンチーノスパゲッティですね。ペペロンチーノ。ペペロンチーノってイタリアン。一応一応一やイタリアンなの。はい。あの自分で作るときはあのペペロンチーノのオイルソースを買ってきてスーパーででそれで作って食べるの大好きですね。 辛いものがじゃあお好きですか、ね、辛いもの好きですねあはあぜひぜひ当店にもありますのでそういうあの辛みのあるものがやっぱりあの大好きな方結構多いので、うん、うちのでさっきあのイタリアのビールのお話をしてたじゃないですか僕もビール上部なんだけど<あ>でその,なん,かそのなんていうかなさっき黒ビールに似たやつとか。はい 特になんかおすすめっていうのはどういうビールですか、ねうん、おすすめですか、うん、テレヤさんのおすすめでいいのでそうですね実は私これまた <laughs> おすすめする中であれなんですけど私がビールはあのそんなに飲まない人なんですけど店長が大好きなので店長おすすめでよろしいでしょうか店長がビール上空なのでビールはですね店長が言うにはですね、うん、あのその黒ビールのやつはちょっとやっぱり。 深みのある感じというか、うんまあ、苦みですかねがちょっと強いらしいのでうん、うん、そういう苦みが強い方だったらおすすめとあのよくお話ししておりましてうん、うん、でもう一本あのレギュラータイプのやつがあるんですけど、まあ、オリオンがあるじゃないですかはい、はい、の,あの好きな方だったらこのレギュラータイプのやつが結構なんかテイストが近いらしくてですねオリオンに近いはい。うん、それであのオリオン好きな方だったらこっち寄りになると思うから。 沖縄のビールってどちらかというとちょっと味が薄いですよね軽いっていうかね軽いっもともとバドワイザーとかその辺の系統もそうなんですがあんまり苦みが少ないというかスッといけるっていうそうですねで僕はどちらかというと苦みの強いコクのあるビールがじゃあ炊いのもぜひ黒ビールの方ですねおすすめですビール苦いんだ 店長が言うにはそういうふうに進めてますでコーヒーもお好きと聞いてますのでコーヒーフレーバーのビールもぜひおすすめしたいですおおこれはコーヒーで終わるとかいやなんかあのビール自体がコーヒーの香りもんかあるらしくてですねそうなんですねだからちょっと変わったビールっていうんですかねあまり飲まないようなテイストらしくてで そっちでやっぱりなんていうんですかねこのコーヒー好きな人にはぜひ一度お勧めしたいというビールになってますのです、ねはい、ビールも好きでコーヒーも好きっていう方だったらぜひ、ね。ビールいいですね。疲れててもうそういう話をしてるけどお腹空いてきて <laughs> ま。まだお昼飯昼飯食ってない。<laughs> あもうぜひあの食事のおともいですね <laughs>。<laughs> 当店に来ていただいてランチタイムは、はい、うん、<laughs> ぜひぜひもう、うん、はい。 いいですね、またあのノンアルコールも置いてまして、うん、ノンアルコールもですね実はあの、うん、イタリアのノンアルコールビールでして面白いでこれがですねあの沖縄あ日本の,そのテイストとまたちょっと違ってて、うん、どっちかというとフル,フルーティーなノンアルコールビール、はい、ーなので女性の方も好んで飲めるような少し甘みのある感じでライムフレーバーがちょっと香る、はい、ノンアルコールビールでして。 もうこれがもう、ものすごく美味しくてですね。私はどちらでそれが好きで。これは一本おいくらですか。あ店頭では。あのう、瓶ビ,ビールの方になっておりまして、ね、うんうん、店頭で全て五百円で販売しております。五百円で。はい。なかなかこう、飲めないビールですので。はい。うん、ぜひ、あのまあ、一本ちょっとたしなむ程度でも、全然おすすめですので。まあ、テイクアウトももちろん、このビールも。しておりますので。うん、はい、ご自宅の方で、ゆっくりまた夜。あのう。 晩酌っていう形もお勧めできますので。はい。じゃ、その辺、ユンタクでも、ちょっと扱ってみようかな。あ、あの、これまた店長にですね。相談してみましょう。はい。ちょっと交渉します。英語喋れないけど。あ、ジェスチャーがあれば。あ、大丈夫です。あ、うちの店長、大体、あの、伝わってくれます。はい。ある程度、仲がいいので。はい。もう、いつもですね。あの、宮田さんが来ると。ハイナーるいと。 テンション高いよね。配達、ねはい、<laughs> しに来てパニーニー食べてるからね。はい、<laughs> もうスキンヘッドなんですよ。なのでひげ、うん、も生やしてですね、うん、逆さえみたいなタイプかわいいかっこいいですよね、はい。ブルーアイです、うん、もう目が多くてですね。でも意外とシャイなんだよね。そそうううなななんんでですす、はいうん、仲良くなると結構こう 冗談まじできるんですけど最初はこうなんて言うんですかクールなイメージなんですよ厨房から出てこないって人見知りなそうなんでだからそこ最近私がですねもうアメリカ人だろって言ってアメリカ人って気さくでしょっていう感じですねこっちがんかきもアメリカ人みたいになってるんではいなるほどね 本当にもう今はもう本当にそういうのがだんだん最近はちょっとちょっとずつですね慣れてきましたので宮里さんなんかもですねもう自主的に声をかけてくれますのでそうですねはい入っていく時はウエスタンって入っていくからねはいそしたら喜んで「はいなるいで最近はこのやり取りが出てきたので私がいなくてもこれ大丈夫だみたいなはい。 まあ今度またぜひね店長もゲストで出ていただければね、はい、もうなんか本人がですね、うん、あの今日もし出るんだったらあの DJ クリスピーベーコンっていう名前で出たいってなんかもう勝手にですねや,やってましたよ。

DJ クリスタルベーコンクリスピーベーコンはいそういうミドルネームでやりたいと言ってましたので多分2人でやったらボロボロだろちょっと放送事故起きないかちょっと心配ですねそうだよねウエストンさんは日本語そんな分からないからね奥様が日本人の方なんですけどまあ聞き取ったり少し分かるんですけど話す分でのが要所要所というところではい そしたらさい最近は危ないとか大丈夫とかはいそういう単語単語は言えるやつなので私も単語単語で会話なのでまあもう大変ですけどまああの外国人とは多分コミュニケーションが取れればいなんていうんですかねまあフィーリングだと思いますそうですねまあ愛嬌いいですからねものすごくはいなので外国人のお客様もあの英語使える方もですねぜひぜひ遊びに来てくださいわかりました そそろそろね時間の方も早いもんであと2分20秒というふうな形でもうエンディングのテーマ曲「お父ちゃんとお母ちゃん」っていうね「さやちゃん」っていうねえ方が歌ってましてでこの方はちょっとお会いしたことないんですけどもえとまあうちの画家でまあ今村裕太君が結構えとうちのなんだろうえと絵を展示してもらってるお友達っていうことではいこの「アーシャの方も裕太君の歌を CD の「レコ発」も先週かな行ったばかりでということで今回流してみました今度またユンタクの方でライブもちょっと交渉してみようかなあ結構いいいい歌なんでぜひぜひその際はいパワフルなんでぜひぜひさやちゃん聞いてたらユンタクコーヒー遊びに来てくださいということでぜひぜひあと1分ちょいというふうな形で。 何か言いたいないことがあれば、ああ <laughs> 言いたいないことですか？短時間でお願いします。短時間で、そうですね。<laughs> もう喋るのが好きです。すみません。あの個人的なものでもよろしいんでしょうか。どうぞあ。いいんですか。あの実はですね、もう一本私あのお仕事してまして、あの。 結婚式とか司会業、結婚式の二次会パーティーの MC もやっておりまして、ぜひぜひ、チューブでなかなか結婚式の二次会で司会っていないと思うので、楽しんで皆さんをより最高の一日、新郎新婦に提供するそういった司会もやっておりますので、ぜひ皆さん、MC テリアでご依頼があれば、宮崎さん経由で結構ですので、ゆうなカフェに一本入れていただければ、私、ゆうなカフェで打ち合わせしますので、ぜひよろしくお願いいたします。 あ、えゼロ九ゼロ三七九二九三三四となっております。はい、わ、はい、かりました。ありがとます。おおめなさいはぜひ MC テリアさんへ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますし。はい、もうそろそろお時間もなくなってきました。えー、今週のお相手はナーリコーと宮里成明と成也とジミーこと西平森敏と、えー、レストアンドリラックスカフェ、えー、スタッフテリアでした。<laughs> はい。今週もありがとうございました。はい、また来週お願いします。ババ木曜日再放送です。<ー> FM ギノワンです。